緊急列車防護装置、クラッカープレート内の緊急と書かれた赤いボタン緊急列車防護装置とは、列車に非常事態が発生、またはその恐れがある場合に、運転士が行う必要がある一連の列車防護操作を一つのボタンで迅速かつ自動的に行う装置である。ワンタッチ手装置とも呼ばれている。主に機関車に装備されている装置だが、近年は電車や 機動車にも装備され始めている。また、私鉄でも普及し始めている。通常手装置を動作させるボタンは赤い、大きなボタンで、運転席の操作しやすい位置に配置されている。ボタンによっては、緊急と表記されている場合もある。ただし、操作を防止するため、クラッカープレートなどで覆いを被せている場合がある。このボタンを操作すると、非常ブレーキ、主回路遮断、 パンタグラフ効果、機的水面60秒、防護無線発砲、信号円換点化、滑走防止の砂巻き、暖房のための蒸気発生装置の停止など、一連の列車防護操作が自動的に行われる。西日本旅客鉄道では521系3次車から脱線などの異常事態を検知し、手装置を自動的に作動させる車両異常挙動検知システムを搭載し、 既存車両についても207系体質改善車から順次搭載している。発採用以後に過去の形式に追設した例。ありがとうございます。